今大丈夫？さっき貴玉様から家臭府に来るよう連絡が来たの。待ってるね。新しい任務の依頼かも。それは後のお楽しみにしとくよ。すぐ行くね。今日はゆっくりお茶でも飲みながら話しましょう。どうぞおくつろぎくださいませ。私のおすすめの茶葉です。一風変わった味ですが、飲み慣れたらきっと美味しいですよ。どうぞ。いただきます。翔さんのところで飲んだのとまた違う深みがあって美味しい。翔さんもなかなかの腕前ですわ。龍華と言ってきたのですか？お二人ともすっかり旧域の生活に馴染んだようですね。最初は心配でしたが安心いたしました。ありがとうございます。実はお二人に折り入ってお願いしたいことがあります。旧域とハガードが共同研究中の AI サーバントプロジェクトはご存知ですわね。確か天蘭が担当している例の、どうかしましたか？ええ、近々プロジェクトの視察があり、我々の現地責任者も参加するのですが、天蘭さんが別の用事で行けないようなので、あなたたちに代わりをお願いできないかと。それは天蘭の推薦ですか？いいえ、私からのお願いです。でも俺たち AI サーバントに詳しいわけじゃないですし。ご心配なく、責任者の妙慶がちゃんと面倒を見てくれますわ。それと噂に聞いたのですが、シャーリーさんはご家族を探しているのですか？はい、兄のジークを。それなら実は有力な手がかりがあります。本当ですか？うちにはもう一人旧域の外から来た人間がいます。まさに外界の存在を証明してくれた最初の人間でした。ただ彼の正体に関しては本人も含めて誰も知らないのです。どうして本人も記憶がないということですか？その通りですわ。会ってみたいです。もしかしたら。それが先ほどお話しした妙慶なのですよ。お兄様を探すための何かしら手がかりになるといいですね。記憶喪失の原因は人宮の方で調査中ですが、今のところ時空転送による影響だということしか分かっていません。彼はおそらくかなり長い間時空の歪みの中をさまよっていたのでしょう。そして諦めにも近い試みを幾千万と繰り返した末に、ようやく偶然旧域にたどり着いたのだと思います。その過程でどれだけ精神をすり減らされたか想像を絶しますわ。それじゃあ記憶を取り戻す方法は？さあ、推測や憶測では解決法も模索しようがありません。もしも私だったら、自分が何者かという戸惑いに圧倒されてきっと耐えられなくなってしまいます。そして手がかりを探そうとすればするほど、もどかしさに苛まれて心の傷は深まっていくばかりでしょう。なぜなら自分の過去は旧域には存在しないのですから。何をしても徒労だと気づいて余計に辛いでしょう。でも妙慶と縁のある人間ならきっと記憶を引き出す鍵を持っているはずです。ただその時は妙慶にとっては辛い経験になるかもしれませんわね。それはどうしてですか？妙慶は自分の過去に異様に執着しています。時々意味のわからない記憶の断片を思い出して苦しんでいるように見えました。だから事実によっては逆効果になりかねません。どうするかはお二人にお任せいたします。彼は旧域にとっても大事な人です。どうか二人の存在が少しでも
彼の助けになりますように。お茶が冷めてしまいましたわね。おかわりはいかがですか？あ、はい。改めて貴玉様のお心遣いに感謝します。いえ、うまくいくといいですね。明日の予定が送られてきたよ。妙慶さんと小古老で待ち合わせみたい。妙慶さん、本当にお兄ちゃんかな。どんな顔をして会えばいいんだろう。どんな姿になってるのか。本当にジークだったとしても吸域に来る前の記憶はもうないんだよな。私たちのこともわからなくなってるってこと。その可能性が高いだろうけど、会ったら思い出してくれるかもしれないよ。うん、そうなってほしい。悲観的にならないようにしてるけど、どうしても最悪の時のことを考えてしまう。もう赤の他人になってるかもしれないって。どうなろうとそばで支えるよ。でもやっぱり明日が来るのが怖いわ。夢に見たお兄ちゃんとの再会、みんなでアストラ島に戻った後の日々を何度も想像したわ。お兄ちゃんがまたシェルターのリーダーになって、パウルさんの酒癖が治って、二人でまた一緒に遺跡を探検したり。そういえば遺跡探検もまだ途中だったね。どんな秘密があるか気になるな。私が単純すぎるのかな。そんな簡単に行くわけないのに。私って全然成長できてないよね。シャーリーはあの平和な日常を取り戻したいだけ。俺だってそうだよ。だけどもうダメなんだね。お兄ちゃんは全部忘れて赤の他人になっちゃったんだ。ここに来るまでの旅とか、新しい仲間たちのこととか、いっぱい話したかったのに。会っても何もわからないだなんて。それでもきっといつか思い出してくれるさ。うん。それにお兄ちゃんじゃなかったとしても何か力になれたらいいね。外の世界のことを教えたり、仕事を手伝ったり、それくらいしかできないけど、せめて妙慶さんには幸せになってほしい。私頑張って気持ちの整理をしておくね。今から悩んでも仕方ないもの。明日になればわかるんだから。そうだね。また明日考えよう。ちゃんだわ。ここにいたのね。間違いないわ。本当にジークだ。お兄ちゃん目の前に立ってる。やっと会えた。今度こそ夢じゃないよね。どうしよう、なんて言ったらいい。私たちのこと覚えてなかったらどうしよう。大丈夫、何があっても一緒に向き合うよ。私興奮しちゃって。少し落ち着くね。ゆっくりでいいよシャーリでは、そのように処理を頼む。くれぐれも安全第一でな。はっ、妙慶様。こんにちは、妙慶さん。エクセキューターさん、シャーリーさん、どうも。シャーリー、勝利。はじめまして、妙慶さん。お会いできて嬉しいです。こちらこそ。天蘭さんの仕事を引き継いでくれてありがとう。では、視察の手始めに
AI サーバントに関する知識をいくつか紹介するよ。旧域の AI サーバントには戦闘アシスタント型と民間サービス型の2種類がある。戦闘アシスタント型の方は現在生贄に学習と調整を任せてある。これによって生贄の死亡率の大幅な低下と戦況を改善するのが狙いだ。はい、それは聞いたことあります。民間サービス型は一種の生活支援ロボットだ。近日中の一般販売を目指している。こちらは特に開発スケジュールが切迫していて、今日はまずその視察に同行してもらいたいんだ。ここまでで問題はなさそうか？はい、妙慶さんについていきます。わかった。研究所は加州四国にあるからすぐに出発しよう。ちょうだいって言ってるの。いた、やめて。ああ、逆逆、こっちじゃない。うわあ、ぶつかる。はあ、本体素材も変えようかな。ああ、妙慶親分じゃなくて妙慶様、お早いご到着でしたね。もうちょっと片付けをしてから皆さんをお迎えしようと思ったのに。また騒動の後始末か？またってじゃなくて、別に後始末じゃないですよ。この間のは事故、たまたまです。そんな言い方しないでください。エクセキューターさんたちの前だし。ほう、ご本、皆さんお揃いのことだし、 AI サーバント研究室ツアーを始めるとしますか。その前に確認なんだが、本当に問題ないんだな？もちろん、とっくに準備万端ですよ。それじゃ出発しましょう。皆さんをあっと言わせちゃうぞ。妙慶様が前に指摘してくれた基本機能は改良済みです。そして今回はもっと実用的な機能を追加しました。例えば戦闘タイプの AI サーバントに護衛の機能があったら便利だと思いませんか？ターゲットの機器を探知した時、戦術ホログラムを自動投影して安全地帯まで護衛できるようにしたんです。早速実演してみましょう。 A515、 私に戦術ホログラムを投影して。緊急モードオン。多分玄武様がいると安全すぎて起動できないのかも。とにかくこの画期的な改良により、パトロール中の非戦闘員保護も可能になるんです。ああ、それから長期戦が多い生き餌たちの食料問題を解決するために食料合成機能を追加しました。食べたいものを言えば AI サーバントが自動で原材料を調達して美味しい非常食の出来上がりです。事前に材料を用意しておいたので実演しましょう。ふふん、エナジー団子を一つお願い。青りんご味がいいな。ああ、これはあくまで実用性重視なので見た目はあまり期待しないでくださいね。予定ではちゃんと団子の形になるはず。ちょっと鳥の卵に似てるけど。卵を産むイメージ。レパートリーはこれから増やします。乞うご期待を。もうすぐ出来上がりです。加工工程が複雑すぎてまだ時間がかかりそう。それもかなりの。
先に他の場所を見て回ります。あはは、手作業は時間がかかる。もし猛獣が村を荒らし回っていたら AI サーバントはどう対処するべき。よし、はじめ。これは、ふふん、史上最強の音声学習モジュールを実装したんです。いろんな音源を状況に合わせて臨機応変に出力できるんですよ。うおーん、例えばこんな風に野獣の雄たけびを流しておけば、村に侵入してきた野獣たちを傷つけることなく帰ってもらえるでしょう。なかなかだな。しかも応用次第では民間の話芸や歌劇の催し物でも活躍してもらえそうです。じゃあ早速リンチャをアシスタントモードで試してみましょう。何を流してくれるかな。きっと今から残業するって時でも仕事の疲れが吹っ飛ぶような音楽だと思うな。本当は遅くまで働かないでほしいんだが。うわー、リンチャをまずいことになったかも。システムの致命的な欠陥が見つかったの。大至急確認するけど、リンちゃんも気をつけてね。ん？伝言にも使えます。次に行きましょう。こっちこっち。一見何の変哲もない普通の AI サーバントですが、実は司令官なんです。自律制御力高いため状況を判断しながら最適な作戦を指示することができるのです。事前に手下を割り当てるだけで、じゃじゃん、 AI サーバント正体の誕生です。面白い設計だ。これも実演できるか。もちろん。 AI サーバント司令官起動。脅威を排除せよ。何も起きてないですよね。ご本、これも脅威が足りないせいかな。視察はこの辺にして、今期の開発日誌を回収させてくれ。はい、案内します。二人は自由に見学してていいですよ。じゃあ適当に見学しよっか。ようこそ。ん？ AI サーバント執事の堂堂です。研究室へようこそ。ここの AI サーバントは全て私が統制して。失礼いたしました。 AI サーバント一体のシステムエラーを検知、地下の重要エリアに向かっているようです。被害が拡大しないように力を貸してください。ごめんなさい、位置情報を特定できません。手分けして探しましょう。どうですか、日誌もだいぶ上手くなってませんか。
アイディアをたくさん持っているのは素晴らしいが、実現性も考えた方がいいんじゃないか。さっきの実演でも正常に作動しなかっただろう。それは機能を追加しすぎたせいで処理エラーが起きたんです。それも改善します。本当に大丈夫なんだな。ううん、大丈夫です。信じてください。基礎機能と応用性を兼ね備えた夢のような AI サーバントを作ってみせますから。開発段階にはトラブルがつきものです。ベラの研究資材もありますし、完成品ができるまでには解決します。納期もご心配なく。私ここで寝泊まりしてるので、起きてる間はずっと仕事してます。重要エリア付近に信号を検知。早く捕まえてください。重要エリア、何かあるんですか？重要エリアには重要なものがあります。大変なことになりました。早く林長様に知らせなければ。何としても死守するのです。
何があったの？あなたたちもいたんですね。司令官が制御不能になって捕まえる手伝いをしていたんです。司令官？じゃあ、あの部屋荒らされちゃってない？いえ、まだです。はあ、東堂も大丈夫そう。後片付けはこっちに任せてください。さあ、こんな散らかってる場所より次に行きましょう。機能実演はこれで終わり。もちろん今後も新しい機能を追加予定です。楽しみにしててください。期待している。では今日の視察はこの辺にしよう。次の予定があるんだ。わかりました、妙家親分。私も作業に戻りますね。話して、それは本当に押しちゃダメ。いやー、なんだか騒がしいですね。確認してみよう。妙計様、どうしましたか？何か落ちる音がしましたね。いや、何か起きたのかなと思って。大丈夫ですか？なーに、ちょっとしたトラブルですよ。すぐに解決してみます。大丈夫。凛ちゃん様、 C エリアの AI サーバントが通信不能になりました。でも今は人手不足で捜索人員を送れません。私が直接赴くしかないよね。ですが凛ちゃん様、他にも未処理の問題が大量に残っています。何があったんだ？さあ話してくれ。ごめんなさい、妙計親分。まさかこうなるとは。一人で対処できると思ったのに、迷惑をかけるつもりじゃなかったんです。もう少し時間をくれれば。それより問題解決が優先だ。俺も手伝う。わかりました。実は命令の実行精度を上げるために新しい論理回路を開発したんです。AI サーバントの能動知性をアップグレードしたかったので。これで周囲の潜在的な要望を予測して完璧に解決できるようになるはずでした。例えば道具が欲しいと思って道具箱に手を伸ばすとするじゃないですか。そこで AI サーバントが道具箱を持ってきたら以心伝心でしょ。だけどシステムバグのせいで知能レベルが行き過ぎてしまったみたいで、見ての通り実験室をすっかり荒らされてしまいました。しかも危うく今起動中の全 AI サーバントと自動同期されるところでしたよ。それは私が止めたからいいんですが、民間人に提供したテスト用の AI サーバントと連絡が取れなくなってしまってまずいんです。早急な対処が必要なのに。人手が全く足りません。 C エリアって金彩市場のことなんです。 AI サーバントに市場の仕事を手伝わせれば有益なデータを収集できると思ったんですけど。逆に市場を荒らしている可能性が高いな。いや、もう少し希望的観測をしてもいいかと。俺が直接市場に行って確かめよう。その代わり君は他の後始末をちゃんとしてくれ。妙計様、ありがとうございます。今度こそ本当に反省してます。午後までに反省文を提出しますね。まずは今回の件を解決しよう。すまない、そういうわけで少し抜けなければならなくなった。妙計様、よければ俺たちも手伝いますよ。それは助かる。恩に切るよ。
それと、様はやめてくれ。俺にとって玄武の地位は単なる肩書き。それ以上でもそれ以下でもない。だが他人にとっては違うのだろう。肩書きのせいで疎外感を感じてるんですか？あまり上下関係にとらわれないざっくばらんな関係に憧れてるのかもしれないな。俺にはそういう友人がいないから。なぜこんな話を。あ、つまりその敬語も様もいらないってことだ。分かったよ。妙慶さんって呼んでいい？ああ。では本題に戻って、今日は先に金彩市場に向かおう。まあこうなることはなんとなく予想していたが。さっきの音を聞いた時からもう分かってたんだね。まあな。凛ちゃんは思いついたアイデアをすぐに実現しようとする、才能も行動力もある立派な研究者だ。機能を追加するときに全体設計を無視しがちだが、プロジェクトは確実にいい方向に進んでいる。ただ成果を出して認めてもらいたい気持ちはよくわかるが、もう少し他人の力を借りることも覚えてほしいものだ。助けを求めることも成長の一環だよね。それは今後に期待しよう。さあもうすぐ市場だ。そうそう、なんだか知らないけどいきなり動き出したんだよ。じいちゃんたちと違って足が速いからぶつかったら絶対痛いぜ。君は大丈夫か？怪我は？走りすぎて息が切れちゃっただけ。休めば大丈夫だ。はあ、あいつらいつになったらバッテリー切れするのかな。そこまでは待てないさ。俺たちに任せてくれ。止まれ！やった！捕まえたぞ！ようやくおとなしくなった！でも意外とのろかったよ。凛ちゃんお姉ちゃんに改良が必要だって言わないとな。ノロマ3号、ノロマ4号って呼ぼう。ノロマ家族だ！1号と2号は？じいちゃんのところにいるよ。見ればわかる。あれ、どうしたんだろう。どうしたのかな。最初から起動してなかったみたい。庄司、邪魔をするよ。おお、友達と来たか。一杯飲んでいっとくれ。元気しとったか？ありがたいが、また後にする。今日は用件があって来たんだ。凛ちゃんが持ってきたこいつらのことか。商売を手伝ってもらえると言われたが、操作の仕方がさっぱりでな。じゃが面白そうだし、とりあえず店前に置いとるんじゃ。故障してるみたいだな。俺が修理しよう。それには及ばんよ。特に困ってるってわけじゃない。後で凛ちゃんに直接聞くさ。俺は AI サーバントプロジェクトの責任者なんだ。これくらい手伝わせてくれ。私も手伝うわ。昔アーシャで兄が AI サーバントを修理するところを見て勉強したの。わかった。もう一つはシャーリーさんに任せよう。君たち見かけない顔だね。妙慶に新しい友達ができて嬉しいや。修理が終わったらここで一休みしていきなさい。茶ならいくらでもある。好きなだけゆっくりしてってくれ。ありがとうございます。そうしたい気持ちは山々ですが、今日は難しいかもしれません。これが終わったらまた次の仕事があるんです。
もしやまた凛ちゃんはやらかしたのかい？子供の時から見とるが全く変わらずじゃ。あの子は昔から奇想天外な発明家気質でな、いつもヘンテコリンな発明をしては必ず何かトラブルを起こしていたもんじゃ。騒動だってもう何度目か。そのせいで研究所で冷遇されていた時期があるらしい。だが妙慶だけは彼女の才能を見込んでプロジェクトの責任者に取り立てたんじゃ。そうでなければ今も雑用係をやって泣きべそを書いていたろう。なるほど。妙慶は凛ちゃんの悪い癖も気にかけてしょっちゅう手伝いに来てくれる。さすがは人宮の出身といったところか。寡黙に見えるが実は人情深い男なんじゃよ。ただ責任感が強いのは良いことだが、自分のことがおろそかになっているんじゃないかと心配でな。この間もお茶を飲みながら何かで忙しいって言っとったな。はって何じゃったか。こりゃあもう年だ。妙慶に言ってやってくれ。若いからって体を酷使しちゃいかんとな。もちろん君らもじゃぞ。ありがとうございます。後で伝えますね。レンチはないかシャーリー。あ、探してみる。シャーリーさん、すまない、自分で取るよ。よし、これで大丈夫だ。え？ちょっと昔のことを思い出しちゃって。私のお兄ちゃんも AI サーバントを修理してて、完成した時に同じことを言ったの。そしたら次の瞬間 AI サーバントがバラバラに崩れちゃったのよ。それってミアのこと？そうそう、今日は来られなかったけど今度妙慶さんにも会わせてあげたいな。君は家族とのそういう些細な思い出を全部覚えてるのか？全部じゃないけど特に面白かったから印象に残ってるの。大切な思い出なんだな。だが今回はバラバラに崩れないはずだ。庄司、 AI サーバントの修理と設定が終わった。これでだいぶ手が空くようになると思う。本当か？ちょうど今晩お祭りに屋台を出そうと思っとったんじゃ。一人じゃ手が回らんからどうしようかと思っとったが、これで解決じゃ。君らもよかったら見に来んかね。残念だがまだ仕事が残っているんだ。また仕事仕事、いくらやってもキリがないじゃろ。せっかくの祭りにお客人を招待しないのはもったいなかろう。ランタンをあげたり花火を見たり、特に若い者はそういうのが好きだろ。疲れたらここでお茶を飲みながら休むといい。それもそうだな。君たち興味はあるか？流域のお祭りって何をやるの？興味ある。妙慶さんに案内してもらえたら楽しそうだ。じゃあ後でお邪魔しますね。ああ、仕事頑張ってな。ありがとう庄司、また夜に来るよ。金沢市場の騒動が収まってやっと一件落着だな。それでは次の視察場所に行こう。誰か助けてくれ。今度は何の騒ぎ？見に行ってみよう。何がどうなってるんだ。おい、そこで見てないで早く元に戻してくれ。本当にありがとうございます。
妙慶様たちが来なかったら俺は今頃も大丈夫か。それよりこんな偏僻なところで何をしていたんだ。家に早く帰りたくて近道を使ったら迷ってしまったんです。そしたら急に獣に襲われて、こいつらが獣を倒して俺をここまで護衛してくれました。じゃなかったらもう。だけどこいつらいつまでも俺の周りを取り囲んで帰らせないし、いきなりあの姿にされたんです。一体何がしたいんでしょうか。これは旧域の戦闘アシスタント型 AI サーバントだ。生き栄とはぐれてしまったみたいだな。叫び声に反応したのか、あるいは獣の足跡を見つけて君を助けに来たんだろう。君がこの姿になったのは、リンチャオが言ってた戦術ホログラムじゃないのか。あなたが襲われないように他の動物に偽装したのかも。ああそうかもな。一旦戦術ホログラムが発動すると、危険を完全に排除できるまでは警戒モードとなって偽装が解かれない。しかしもう少し柔軟な対応しても良さそうなものだ。何分開発途中の試作品だ。怖い思いをさせてしまって申し訳ない。ともかく怪我がなかったのが幸いだ。なるほど。研究室で一体何が開発されてるのか、みんな結構疑問に思ってたんですよ。だけどすごい機能。びっくりしたけど、もっと改良したら本当に便利そうです。それじゃあ俺はもう帰ります。獣が現れたらまた皆さんに報告しますね。この辺りはまだ危険だ。家まで送ろう。AI サーバント、申し訳ありません。本日は戦闘アシスト型 AI サーバントの訓練成果をお見せする予定でしたが、実は AI サーバントが勝手に実験エリアを飛び出してしまったんです。仲間が捜索に行ったのですが、妙慶様が先に見つけてくださったのですね。すぐに仲間に連絡します。本当にお手数をおかけしました。君たちのせいじゃない。AI サーバントが制御不能になったんだ。それに訓練の成果はさっき拝見させてもらった。え、もうご覧に。猛獣に襲われた人を AI サーバントたちが助けてくれたの。猛獣？うちで追跡していたやつかもしれません。いきなり信号が消えたのは倒されたからなんですね。なるほど、納得しました。あいつらがそんなに有能だとは驚きました。困った人を自動で助けに行ってくれるのはありがたい機能ですね。ああ、我々が AI サーバントを開発するのは君たち生き栄の負担を軽減するためだからな。今日は予定外のことが起きたが、なかなかいい収穫が得られた。改善が必要な箇所は俺が林長に伝えよう。君たちは引き続き AI サーバントたちの訓練を頼む。もちろんです、妙慶様。我々も問題点を見つけたらすぐに報告しますね。ではこれで失礼しよう。協力感謝する。二人のおかげで本当に助かった。ありがとう。それにしても今日は問題ばかりだったな。早くリンチャオに改良させないと。だけど戦闘アシスタント型 AI サーバントは結構役に立ったよね。それは確かに思わぬ収穫だったな。これならいつか暗闇との戦闘にも導入できそうだ。旧域だけじゃない、外の世界も同じような脅威に直面しているんだろう。そう、暗闇は俺たち共通の敵だ。であれば改良を急がなければな。今日の視察で完成の目処がつきそうだ。一時はどうなるかと思ったが。やっとほっと一息つけるね。そうだな、時間もあることだし、先に祭りの方に行くとしよう。
く賑やかだね。早く並ばないとすごい行列ができそう。行ってみたい屋台はあるか？妙慶のおすすめは？もう地元の人だもんね。そうだな、祭りだから屋台料理やゲームは欠かせないんじゃないか。だが具体的に何があるかは実はあんまりわからないんだ。仕事が忙しすぎてお祭りに行けなかったの？それだけじゃない。実は宮域についてはまだ知らないことだらけなんだ。ここで暮らしてからしばらく経つのに本当の意味で溶け込めてはいない。貴玉様から少し話を聞いてよ。ああ、俺は玄武として多くの責任と期待を背負っている。だが正直自分が宮域の人たちからどう思われているのかまだよくわからない。みんな歓迎はしてくれたが俺はその期待に応えられるだろうか。自分の過去も自分が誰かもわからない。だから時々自問自答する。こんな俺が玄武様と呼ばれていいのだろうかと。俺は玄武の使命を果たせるだろうか。後悔がないようにすればいいと思うよ。私も自分が誰かわからなくなった時期があったの。いきなり運命が変わって本来の生活を奪われて本当に戸惑った。だけど自分の心を信じて正しいと思う方向に進み続けたらきっと自分を受け入れられるようになるわ。もちろん私一人では無理だった。仲間が支えてくれたからこそどんな姿になっても自分は自分だって思えたの。だから妙慶も何も変わってない。一人の人間として成長しただけよ。そうだな。あまり一人で抱え込まないで。俺たちも力になるよ。ありがとう。こんな風に人と話すのは初めてだ。なぜだろうな、二人といると妙に親近感が湧いて落ち着く。実は俺たち、私たちも宮域の外から来てるからいろいろと共感できるのかも。だから何でもざっくばらんに話していいよ。うん、いくらでも話を聞くよ。ありがとう。だいぶ暗くなってきたな。これからどうする？わあ、ランタンが綺麗。ああ、この後ランタンに願いを込めて一斉に空に放つんだ。シャーリーさんも参加してみるか？せっかくだしやろうよ。じゃあ先に二人で屋台を回っていてくれ。あ、ランタン売り場は案の定長蛇の列ができてしまったな。俺はランタンを用意して飛ばせる場所を探してくる。それじゃあまた後で。さっきはごめん。わかるよ、まだ心の準備ができてなかったんだろ。うん、大丈夫、一緒にゆっくり時間をかけよう。うん、お兄ちゃんが全部思い出すまでまだ何も言いたくないんだ。貴玉様に言われたからじゃなくて自分でそう思ったの。記憶がない状態でいきなり自分の正体を聞かされたら人ごとのような気持ちになってしまうでしょ。二人の感情が昔のように戻らなかったらどうしようって。今日懐かしい声に話しかけられて絆が消えるどころかどんどん深まっていくのを感じた。その度にまた昔みたいに戻りたいという衝動に駆られてつい懇願したくなっちゃうの。本当は素直な気持ちをぶつけたいのに平気なふりをしないといけないのがすごく辛かった。この矛盾と苦しみをお兄ちゃんに味わわせたくない。だから今日はこれで良かったと思う。それにしてもお兄ちゃん変わってなかったな。ここでも堅物のままね。ん？お兄ちゃんはいつも冷静沈着でみんなに頼られるリーダーだった。お兄ちゃんは実際アストラシェルターの一人一人のことを気にかけてたの。だけどよく考えたらシェルターができた頃はお兄ちゃんもまだ小さい子供だったんだよね。
お兄ちゃんは最初から強かったんじゃなくて、みんなのために強くなろうとしただけだったのかな。あの頃はこんなこと考えてみたこともなかった。こうやって再会して、お兄ちゃんの本音を聞いて、やっと少し分かった気がする。シャーリーも成長したんだな。成長しても二人の関係は変わらないよ。あとは時間に任せて、お兄ちゃんが少しずつ記憶を取り戻せるよう私たちが支えてあげなきゃ。本当はもっと話したかったんだろう。ジークのところに行ってきなよ。俺は屋台をブラブラしてる。後で美味しいものを持ってくよ。ありがとう。賑やかだな。どうだい、お祭りは楽しいかい？バッチリだ。よかった、さっきは本当に助かったよ。このまま AI サーバントの改良が進めば暗闇全滅も夢じゃないな。そういえば姉貴を見なかったか？今日来てるはずなんだけど。探すのを手伝おうか？いや大丈夫だ、どうせ麺でも食いに行ってんだろうし。ただあまり姉貴を待たせると大変なことに。とにかくまた今度な。来たか。どうぞ一杯飲んでいきなされ。大盛況でな。少し時間がかかるかもしれないが。急がなくて大丈夫ですよ。それにしても妙慶が友達を連れてくるなんて初めてじゃよ。君たちが仲良くしてるのを見てわしも嬉しいのじゃ。あの子はあまり自分のことを話さないからな。悩みを一人で抱えて全く顔に出さないんじゃ。仕事が忙しすぎていろいろあるんじゃろ。だから君たちが現れてよかったよ。はい、分かってます。さあさあ、冷めないうちに召し上がれ。疲れた、やっと落ち着いたよ。まだお礼を言ってなかった。妙慶親分とあなたたちが助けてくれなかったら終わりだったわ。でもさすが私、リンチャオサーバントの機能は絶対に大活躍するんだから。機能を追加してよかった。さすがは我が自慢の大傑作ね。はあ、あんな完璧な設計は私にしか思いつけないよね。私に任せた妙慶様もさすがだわ。次はどんな改良をしようかな。ごめんね、一人で喋っちゃって。興奮するとすぐこうなっちゃうの。今日は私のおごりよ、遠慮しないで。ここよ。早く早く。みんなお願い事をしてるみたい。ランタンは願いを乗せたまま遥か彼方まで飛んでいくんだ。そして遠い空の旅を経て願いを叶えてくれるという。それじゃあ。
ーリーは何をお願いしたんだ。家族が団らんできて失ったものを取り戻せますように。私はやっぱりこれかな。お願い事は口に出しちゃいけないんだぞ。そっちが聞いてきたんじゃない。願いが叶うといいね、シャーリー。妙慶は何をお願いしたの。俺、あ、もちろん。あ、ダメ、お願い事は口に出しちゃいけないんだよ。